よく来てくれたね。待っていたよ。はい。どうもこんにちは。すごろくです。それではサーモンラン実況プレイ、週一の沼サーモンやっていこうと思います。はい。いつも通りこちらの方をお読みください。さあ、それでは、今週のお題、発表していきましょう。今週のお題はこちら。己を超えろ、ニトリで赤いクラ2000稼げー。さあ、ということでですね、己を超えろと、一人で赤いくらいをね、稼ぐというお題、実は過去にやっております。3週目の時かな？そう。その時はね、まあ、1500だったわけですよ。まあ、ただ今回、過去のね、お題を、過去の己を超えていけということで、今回は2000目指していきます。2000ですね。まあ、というのもね、編成ご覧ください。めちゃめちゃ強いです。もうボールドスパッタリー、ケルビンとも火力のオンパレードですね。一番右はちょっと僕、目悪くてよく見えないんですけれども、そう、この左のね、3つを引けば目指せるんじゃないかと。いうことで、赤いから2000、ノルマとして、やっていこうと思います。で、こちらね、前回の1500の時もそうだったんですけれども、ラッシュとか大砲とかは禁止にしきます。はい。それが来た時のね、試合は無効ということで、やっていきます。行きましょう。あはい、さあ。早速ね。早速ね、ラッシュ入りとか大砲入りので、イベントが来ちゃってね、2000とか3000、軽率に行っちゃうわけですよ。しかもあれさ、何があれだって、あれしか行けないんだけど、何がなんかこう、腑に落ちないかって、結局ラピエリ握ってるんですよ。あの試合どっちも。てか、スパッタリーを握ってないですね。ラピエリで通常昼やらされても、ラッシュとか、大砲とか来て、ああいう風に稼げてしまうと、かなりチートウェーブですね。やっちゃうか。で、どうせ脇変わってるんで、次に移動しましょう。ヘビが多い。おそらく俺だな。先に来てるの。脇変われ。変わんないとやりにくすぎる。また、よし。めちゃめちゃ降ってくるやん。さて正面脇。さあ前回のね、前回って言ったら、よいしょ、あれですけど、赤いくら1500稼ぐ時の、ワンポイントアドバイス等で、結構言ってるんですけど、やはり雑魚の群れをね、やった方が圧倒的にいいんですよ。よいしょ。カタパとかね、なるべくボム投げたくない。ただやらねばならん時があるので、さっきからまあまあ投げてるんですけれども。よし、一旦インク。回復 C のノルマでももちろん終わってるんで、ちょいちょい入れながらっていう感じで、やっております。巻き変わってる干渉だといいな、近いから。違うけど、ここの群れをどんどんやっていく。インクが切れる。ケルビンはインクの兼ね合いが難しいですね。さあ、ボールド。夜。待って、ラッシュは来るなよ。ラッシュは来るなよ。ラッシュじゃーい。
待って、これさ、もはや大砲来てくれ、マジで。もはや大砲来てほしいんだが。だわ。え、ちょっと待って。ノルマ変えていい ?4000 目指すもん。急遽ですが、4000目指します。これになるな。ついてるのか。一旦離れて、でもここの片パ落としてできれば。ダメだ。よし。一応拾っておきましょう。一応ね。パワーか。あれ、左対応。移動するのありか。あ、やれた。ナイス、ナイス、ナイス。ただ、脇がそんなに良くないな。まあ、右脇は、まあ、ちょっと稼げたかなぐらいかな。そして、スペシャルのインク回復できないのもちょっと痛い。一旦、肩よく。肩だけつきまくるのがちょっと痛いな。左脇か。できれば最後右脇になってほしいな。左大砲に取られてる気がする。右脇来た。撃てない。もうメインメインメイン。いや、どうだ。ちょっと大砲のノリが悪かったぞ。大砲のノリが悪かったぞ。どうだこれ。6800。総合は6800。さあ、どうなる ?4000 いったかこれ。うわ、いってねえ。3500。いや、iPhone 左乗るべきだったな、これ。左、あー、やらかした。ちょっと4000って大口叩かなければよかった。3500にしとけばよかった。先ほどのね、ボーナスタイムは、もう終わりですよ。しっかりと、ああいうのなしでもやっていくんじゃい。無情か。これね、満潮を引かないと厳しそうな気がしてきたんですよね。満潮はやっぱりね、あの、脇ポイントが近いんで、脇の方向が変わってもね、あの、無駄な時間が発生しにくいというか、なんか、ノルチョンたちがしっかりザコ叩きに来るんだよね。なんか、俺の、よいしょ、赤いグラがなくなるというか。お、ここでタワーはきついぞ。危ねえ。落として、雑魚が気が今、干潮側か。いやー、もう邪魔された上に届かね。爆弾ちょっともらいたいね、さすがに。僕じゃないんで、早めにやって、いや、いくねー。あ、やべねーな。タワー脇しんどいっすね、結構。ホームリやってから行くか。雨がやっぱ危ない。タワー脇がすごいな。一匹はやってくれた。あっち行くか。さあ今干潮脇。ただインクラが結構残ってるから、弾拾いが発生しててあんまりザク脇してない気がする。よいしょ、しっかりと逃さないように。ちょっと手応え薄いなぁ。せっかくのスパッタリーだけど。満潮ボールドとかね、来てくれれば。通常かぁ。目標に設定した数字が、
高すぎて運要素絡んできてる感あるな、これ。結局ね、その運要素である大砲とか、ラッシュは省いたけれども、この中でもそのね、ヒルウェーブこれがいいとか、あれがいいとかっていう。お、こうやって言えばスタンしてるやつやろう。さすがにタワーが嫌すぎるからやります。やりますか。裏バック、あれは、あ、そっちで反応したか。ごめん、たぶんフィリやってからこいつもやってで正面行きたいな。さっきよりかなり大物を倒してる比率が高いから、あんまり多分仕事量ほど稼げてない気がしますね。これは玉ひろしっかり倒していく。入ってないのこれ。うわー、すごい無駄なことしたのだとしたら、本体もね赤いキャラがあるんで、せっかくボム投げるならしっかり落としたいですね。そして昼3つですね。通常昼が3つ。ラピエリは一応引かなかったけれども、暗黒記録としてね、これがどんなもんなのか。うん、オッケー。全部正面脇だね。いいね。合法的に前に行く理由ができてる。避けつつ、パンチも巻きポイント広いな。落とした分拾っていきましょう。ちゃんとね、ノルマのあれも考えないと。誰もこれ止めてくんないの、いくない、それは。ザコはそっち、ちょっと見えない。これはさすがに叩こうとしますか。回復遅くね。逆サイドタワーが多すぎますね。ちょっと10あるんだ。さあ、これ死ねないぞ。さあ、どんなところでしょうか。通常ヒル3つのね、参考記録なんですけれども、まあどうだ、前回がね1500っていう目標言ってるんで、それよりは言っててほしいかな。まあ、脇ポイントがね、結構、数字を遠かったりするから、どうなんだろう。1700! なるほど!なるほどですね。これ、満潮か干潮、1個欲しいなー。
おお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 お
これ通常ヒルだけなんですよね。通常ヒルだけプラス、ラピエリも持っている。しかもラピエリ持ってる時に一回デスしてるっていう、結構三重苦だったんですけど、2003行きました。うわ、めっちゃ嬉しい。ということで、ギリギリになりましたが、今回のお題、赤いくら一人で、2000、稼げ。無事。無事じゃないな。波乱万丈ありつつ、クリアでございます。いやー、でかいね。1700を超えてからの2000はでかすぎる。すべて通常昼。過去の己を超えました。よっ！いやー、今日は気持ちよく寝れますわ。もう夜遅いからあんま寝れないけど。それでは、今回これで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。またね、今後こういう過去の自分を超えるようなお題やっていきますので、お楽しみにお待ちください。それでは、お疲れ様でした。